清潔な人と清潔感のある人は違うって最近した。清潔な人と清潔感のある人は違うね。だって毎日ってか1日3回お風呂入ってますっていう人でも、すごいずっと汗だくで髪の毛ギトギトだと、え？ってなるじゃん。体質とかもあるだろうけどね。そういうことよ。でも、3日お風呂に入ってないのにいい匂いする人っているじゃん。まあ、自己紹介なんだけど。まあ自己紹介なんだけど。坊さんぐらいしかいない。いや、本当にさ。そう。あれ、性格いいよ。いや、私も性格いいからさ。ごめんね。ごめんね。なんでいいやつだからさ。だってちょっと悪い男の方が好き。別に、なんか意図して悪い男をやってるやつは好きじゃないかも。わかんねえ。悪い男は好きじゃないな。全然。7点がなんでお風呂入らないのにいい匂いするか知ってる？肉を食べないからだよ。動物性の油をめったに取らないからだよ。だから汗かいてもベタベタしないし。なてさん風呂入らないの？3日に1回ぐらいしか入らない。2日とか3日に1回。めんどくさい。今日はお風呂入る日です、ちなみに。我问问你。我为什么要上山当土匪？我就是腿脚不利索，跪不下去。原来你是想站着挣钱，那还是回山里吧。哎，这我就不明白了。我已经当了县长了，怎么还不如个土匪啊？百姓眼里你是县长，可是黄四郎眼里，你就是跪着要饭的。挣钱嘛，生意不寒碜，寒碜。很他妈寒碜。那你是想站着还是想挣钱呢？我是想站着，还把钱挣了。